はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、民法と借地借家法の関係について解説いたします。この部分も借地借家法を勉強する上でもう基本的な部分になってくるんですね。で、これがわからないと、まあ引っかけ問題にどん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 引っかかっちゃうということになりますんで、もう基本的な部分として頭に入れていただければと思います。で、まず民法の中でも民法の賃貸借の部分があるんですね。で、これについては動産だったり不動産の賃貸借が対象となっております。不動産っていうのは土地とか建物の賃貸借が対象になってくるんですね。で、一方で借地借家法の、まあ、借地法の部分、つまり、まあ、借家権に関する部分ですね、建物賃貸借のルールの部分については建物の賃貸借が対象となってきます。で、こう見てみると、こちら民法の賃貸借、建物の賃貸借対象になってきますよね。で、一方で借家法も建物の賃貸借が対象になってくるわけですよ。じゃあこれどっちが適用されるのっていう話になるじゃないですか。民法のルールなのか、それとも借家法のルール、どちらを使ったらいいのかというふうになってくると思います。つまり矛盾する場合があるんですね。この場合っていうのは借家法が適用されます。借家法が優先するということですね。で、例外的にこの民法の賃貸借が適用される場合もあるんですね。それはどういった場合かというと、一時使用目的で建物を借りる場合です。こういった場合は借家法、借地借家法のルールが適用されるのではなくって、この場合は民法の賃貸借が適用されますよという話です。これは例外的な話で、基本的には借地借家法の借家法部分が適用されますよという話です。で、今言った一時使用目的で建物を借りる場合ってどんな場合かというと、例えば選挙期間だけ、選挙事務所として建物を使用させてくださいと、まあ、言った場合ですね。まあ、そういった賃貸借契約の場合っていうのは、まあ、1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの、まあ、短い期間、一時使用の目的で建物を借りるわけですよね。まあ、こういった場合は借地借家法、借家法のルールが適用されるんじゃなくて、この場合は例外的に民法の賃貸借のルールが適用されますよという話です。で、続いて建物を所有する目的で土地の賃貸借契約を結ぶといった場合です。こういった場合は借地法が適用されるんですね。民法の賃貸借についても土地の賃貸借が対象じゃないですか。ただし建物所有を目的とする土地の賃貸借に限っては借地借家法の、まあ、借地権のルールですね、こっちが適用されますよという話です。つまり言い換えると、建物所有目的じゃない場合、例えば資材置き場として土地を借りるといった場合ですね、こういった場合は民法が適用されますよということです。つまりまとめると、建物の賃貸借の場合はもう原則借家法が適用されますよ、まあ、借地借家法が適用されますよ。例外的に一時使用目的の場合は民法が適用されますよ。また建物所有目的で土地を借りる場合、この場合も借地借家法が適用されますよ。それ以外の場合、建物を所有する目的じゃなくて土地を借りる場合、この場合は民法の賃貸借が適用されますよという話です。じゃあ一つ具体例を出します。例えばアパート一室を借りた場合、この場合の存続期間はどうなりますかと、まあ、契約期間ですね、契約期間はどうなりますかと、まあ、いう話です。民法では最長50年って決まってるんですね。で、50年より長い期間で存続期間、つまり契約期間を定めた場合は50年に短縮されますよっていうふうなルールになっております。一方で借地借家法ではどうなっているかというと、まあ、つまり借家法ですね、これはアパート建物を借りるという話だから借家法の部分ですね。この場合っていうのは1年未満で定めた場合は期間の定めのないものとするというふうになっていて、つまり1年以上で定める分については制限ありませんよという内容なんですよ。例えばアパートを存続期間60年として賃貸借契約を結んだ場合どうなるんですかという問題が出たとします。この場合アパート一室を借りたということだから借家法、これが適用されますよね。こちらですよね。
つまり上は適用されないんですよ。下が適用される。つまり60年で定めたというのであれば、そのままアパートの契約期間というのは60年になるということなんですね。民法であれば最長50年で、50年より長い期間で定めた場合は50年になるので、60年で定めたっていうのであれば50年に短縮されるんだけれども、今回民法は適用されずに借家法が適用されるわけだから、だから存続期間はそのまま60年になりますよという話なんですね。まあ、これすごく重要なんですよ。もう引っ掛け問題出しやすいので、どの法律が適用されるのかっていうところを頭に入れておきましょう。まあ、この借家法と借地法って分けたんですけども、まあ、借地借家法ってまとめていただいてもいいです。つまり建物の賃貸借が対象の場合は、まあ、原則借地借家法が適用されるんだ。また建物所有目的で土地を借りる場合、この場合も借地借家法が適用されるんだと考えていただいても全然問題ありません。この部分は基本的な内容なんで、絶対頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。